内刀の刀身とこしらえ。内刀は、立刀に引き続いて、室町時代後期から武士の主流となった日本刀の一種。内刀は主に都繊用に作られた刀剣であり、通常は、立刀とは逆に刃を上に向けて対刀する。通常、室町時代以降は、刀というと内刀を指す場合が多い。刀石田正宗、正宗作、14世紀、鎌倉時代、 重要文化財、東京国立博物館像シュール資金昼巻大賞、16世紀、安土桃山時代、重要文化財、東京国立博物館像、豊臣秀吉が所有していた。内刀の原型、初見は12世紀初頭の鎌倉時代の担当の一種で、ある、さすがであると言われており、当時は上位の騎馬武者につき従う会の徒歩武者が、 薙ぎと共に装備する担当であった。南北朝時代に長大な大立ちなどの刀剣が流行するに従いさすがも長大化し、室町時代には内刀になったとされる。南北朝時代あたりまでは担当と同じく平らづりが主流だったが、それ以降は太刀と同じしのぎ作りとなる。武士の刀の主流が、それまでの太刀から内刀に移行していったのは、戦場における、 戦闘形態が弓を使った武士同士の汽車船中心から大量動員された足軽の大集団による徒歩船に移行していったからであり、本格的に主流となったのは応仁の乱以降の室町時代後期や戦国時代であった。この時代には大量に動員された徒歩の足軽が槍や雛な銃で武装したため、戦場においてはなぎなたが廃れて槍にとって変わり、弓と ひなわ銃が混用されるようになり、たちより軽量で傾向しやすい内刀が主流になっていった。そして安土桃山時代の豊臣政権の刀狩りを経て、江戸時代の徳川幕府の誕生により、完全に内刀と脇差しの大小日本差の同時形態は武士の正装となる。これにより、それまでは理念上の武士の象徴は急戦だったが、刀剣が武士の象徴となった。 このような戦闘形態の変化や、時の政権の長さ規制を受けて、室町時代以降、古来の長い太刀の茎を切り詰めて、根元部の葉をつぶし落として、内刀に転用したり、同様の方法で、内刀の長さを短縮する、磨く上げが頻繁に行われた。この結果、目や、目釘穴が改めてうがたれ茎の見栄えが悪くなったり、目が途切れたりすり減って消えかけたことが続出した。 先祖代々殿下の宝刀及び、十代の名刀等は一部許容されたが、柄を少し長くして葉をすり上げずにそのまま茎として、柄中に埋めすり上げたように見せかける、蔵や壁、柱あるいは土柱などに棒、動、大腐食処理をして一時的に隠すなどの手段で、磨く上げを回避することもあった。なお、切先側から詰めて新たに切先を作る形で、すり上げたものを、薩摩揚げと呼ぶ。 青漆銀流水分半立ち大小16から17世紀、安土桃山か、江戸時代、東京国立博物館蔵立ちは刃を下へ向けて、鞘につけられている足糸口と呼ばれる部品に、立ち糸口を通して、腰に吊り下げる。これを履くという。これに対し内刀は、いつでも即座に鞘から抜いて切り付けられるようにするため、腰の帯に刃を上向きに刺す。これを対等するという。 そのため、内刀の銘は左に切られており、飾るときも刃を上にして銘がある、指標を見せるようにする。ただし、室町時代後期から、江戸時代初期にかけては、半太刀や天人差しといって、太刀と同様に刃を下に対等することもあった。乗馬の際には、刀の鞘の小尻が馬に当たると、馬が言うことを聞かなくなる恐れがあることから、天人差しにするという習慣が残されていた。 太ちと内刀の分かりやすい簡単な見分け方として、刃上にして、左腰に刺した時茎の銘が外向きに刻まれている場合は、概ね内刀である。しかし、幕末期のサラサラ刀時代の日本刀はこれに準じないものもあり、備中国青江派の刀工のように裏面を切る場合があるなど、例外も多々あるため、必ずこうなっているというわけではない。由緒のある刀は、 まああげて、大敗的には、内刀となっている太ちでも、四季の刀であることを示すために、後世の鑑定家により、立ち名が切ってあることが多い、正宗、中塚さ正宗、いずれも国宝。復古的な精神のみなぎっていた、幕末期のサラサラ等の立ち名も、同様の理由による。内刀は、太刀と担当の中間の様式を持つ刀剣であり、太刀と同じく、 打つという機能を持った、斬撃主体の刀剣である。そりは、軽反りといって、刀身中央で最も反った形で、腰に直接帯びた時に抜きやすい反り方である。長さも、成人男性の腕の長さに合わせたものであり、やはり抜きやすいように工夫されている。日常では、中世の日本人は月光しやすく、護身用の武器としてだけでなく、些細なトラブルの解決のためにも使用され、 都市部では人情沙汰は珍しくなかった。合戦では手足を狙って切りつけることが推奨されていた。羽あたりは室町時代前半までは約40センチメートルから50センチメートルであり、室町時代後半からは60センチメートル以上の長寸のものが現れ出した。それと同時に内刀と短めの内刀、脇差しの同時形態が身分。 改装を問わず流行し、縦脇が身分不問で成人男子の象徴になっていった。室町時代が平均二尺三寸五分程度、対抗刀が以降は二尺三寸三分以下であった。江戸時代には持ち主によって許可される、長さが変わり、対等許可者及び武芸者、剣術修行者は徳川家光の代までは二尺三寸以下。 徳川家綱以降は2尺2寸8分以下となった。それ以外の階級が許可を得て対等する場合2尺2寸3分までと、された。天下太平の世である江戸期の作刀には美観を、胸とした刀が流行したため焼き戻し処理が、さほどされず高度はあるが粘りがないために、水試しや片物試しといった、荒試しで折れた事例もある。幕末期になると、 江戸中期の美観を胸とした刀よりも、実用的で丈夫な尊能上位派の獅子の間で、金納刀や金納ごしらえと呼ばれる三尺前後で、それが少ない長寸の内刀が流行し、砂漠派も対抗として長大な刀を使うようになった。美術刀検賞の間では作刀時期から、サラサラ刀、太刀のような大ぶりでより粘りのある作りであることから、復古刀と分類される。 重さは700から1400グラム前後である。黒ろ色塗り賞大賞ごしらえ、19世紀、東京富士美術館基本的には、前節で挙げたものが所持を許可されていたが、その他のものも長さ同程度以下の身の細い脇差しの、傾向は制限されなかった。また、天羅3年までは、百姓、町人などでも刀を刺すことができた。 それ以降、祭事の際は、歯引きされ、歯のついていない刀や、模擬刀、鉄刀と呼ばれる内刀を模した、ホグ刀を刺すことが許可された。ただし、それぞれの藩によって、規制の内容は異なり、各藩ごとに規定がそれぞれ違う。例えば、薩摩藩では、薩摩立ちと言われる、全長約1 1 5トルから1 2 0トル程度の大立ちが多く使用された。 その他にも、大関や横綱など、上位の力士は体格により見合った細立ちなものを、芸能、大道芸工業者、祭時及び、祭時の紛争役は、見栄えの観点から二尺三寸を超える大脇差しな、ものをさせるよう時代に見合った、風紀町の判断により長部業所など役所から、対等許可が下りた。八王子千人同心は眼見で武骨な、 長さ2尺5寸から2尺6寸前後の内刀の縦脇が許可されていた。また、百姓や町人でも江戸中期までほとんどのものが日常的に脇差しを帯びていた。長脇差しはやがて禁止されるが、それ以降も旅や年始の挨拶、結婚式や葬式の際に脇差しを指していた。そのため配当例では多くの平民の摘発事例が見受けられる。 カタナ伝、元イ十四世紀、南北朝時代修漆内型なゴシラエ、1世紀か十七世紀、安土桃山か、江戸時代、徳川家康の次男である、結城秀康の指領として、越前末平家に伝来したものである。闘神は十四世紀の鎌倉時代末期から、南北朝時代に活躍した、美戦国のおさふね派の元重の作と伝えられている。元は、 同派の金光や長吉とは別系統の投稿と考えられている。元は太刀であったが後世に曲げられて寸法が短くなり、無名となっている。刀とこしらえが共に重要文化財で、東京国立博物館が所蔵する。波長68.5センチメートル。こしらえは主漆の内刀こしらえと読む。ありがとうございます。